パナソニックブースのスマート TV のコーナーに来ています、各社ともですねスマート TV の、 そのブランド名みたいなものをいろいろ考えて作ってるんですけど、韓国の LG などはそのままもうスマート TV という言葉自体をもう、ブランドの言葉にしていますが、今年はですねパナソニック今年からちょっと変えてきていますね、スマートのスマートの T とですね、もともとそのパナソニックのテレビのブランドであるビエラの V を合わせてですね、スマートビエラというふうに呼べばいいでしょうか。そのスマートの T と、ビエラの V が TV になっていると、スマート TV とも読めるし、ビエラとも読めているという、合わせた形の、表現になっています。なかなかこれは、いい名前だなというふうに思いますけど、で、こちらの操作の方はですね、基本的には、同じような形のインターフェースのものが大体多いですけれども、基本的にはこういうふうにアイコンが並んで操作していくような形になっています。